ベイちゃんには目標がある。日本一、日本一、日本一。チャンネル登録10万人いかなかったら僕が責任持ってやめます。9月末に4人、戦力外対象の人数が4人となります。見事16-0、ナイス勝利です。さあこの勢いでちょっとね、来週乗っていって、今年できればね、日本一2つ取りましょう。ので日本一取れるだけ取りましょう。あと3つ大会あるんで OK、はい、あ次の試合も今日みたいに失敗を恐れてもしょうがないんで、とにかく攻めてチャレンジする中で、でも最後は狙ってなかったんですけど、うまく回れたので、周りのピッチャー陣に火をつけられたかなって思います。おはようございます。本日の試合はどんな感じでしょうか。今日は本当は大会だったんですよ。でも台風10号の影響で球場が使えないってことなので、急遽練習試合を組むことになりました。で、まあ今日はちょっとピッチャーいろいろ試したいなと思って、そういったメインの練習試合になるかなと思います。はい、そうですね。だからこそ、まあ、そういった人間たちの出場機会を増やすために、この練習試合っていうのはタイミング的には良かったのかなというふうには思いますね。だから本当に戦力外寸前の子たちからすると、あの恵みの雨かなと思いますね。はい、そうですね、まあシビアな世界がレイちゃんのチャンネルの特徴だと思うので、今日新たに、1軍2軍の発表をして、順位順ですね。はい、もう一回おさらいすると、1軍のメンバーはポジション関係なく評価順で9名、上から順番に評価順です。戦力が4人候補になるので、下から4番目以内の人間は結構危ないですよ。で5番目6番目7番目の子たちもちょっとミスったら下に落ちちゃいますよっていう、見やすい見方になるかなと思います。で今回これで1軍2軍発表したら、次の戦力外までは、発表はないので、はい、そこからどうなのかは視聴者の皆さんも、楽しみに見てほしいなと思うし、選ぶ側の僕は大変です。はい、そうですね、戦力外瀬戸際の人間、野手だったら龍馬、それから今日来てるメンバーだったらピッチャー陣でやっぱり畑、それから鍋台、それから雄介、まあ、ピッチャーとしてのアピールもどこまでできるのか、鍋台だったらね、まあ、キャッチャーもあるけどピッチャーとしても頑張りたいと本人言ってたんで、なかなか大会だとね、いきなり使いづらいんで、まあ、こういったところでどうアピールできるかっていうのはもう本人次第ですよねって思ってます。じゃあ今日はそのあたりに注目ということで。そうですね、みんな頑張ってほしいです。はい、おはようございます。おはようございます。今日大会だったんですけど、まあ台風10号の影響で球場が使えないということで大会が流れて、急遽練習試合を、組むことになりました。まあ練習試合なんですけど、まあ今日月初ということで、1軍2軍の新たな、発表をします。でこれがもう戦力外までの、まあ、最後の発表ということになりますので、後半は大会大会大会となるので、まあこの練習試合使ってね、特に2軍メンバーっていうのはアピールするところっていうのがもうね、残されたチャンスが少ないので、しっかりとアピールしてほしいなと思います。自覚持ってね。いいですか。はい、はい、じゃあ練習試合のスタメン発表する前に、今日からですね、新しく一人マネージャーが入ることになりました。はじめまして、あだ名はランネーの笠井蘭と申します。よろしくお願いします。プロ野球自身は好きでもともと見てたんですけど、野球の経験とかがないのでマネージャーとして本当に一から学ぶことが多いと思います。そこは大先輩のリンさんにちょっと学びつつ、皆さんのサポートができるようにマネージャーとして頑張ろうと思います。よろしくお願いします。すごい喋れます。今の新しいマネージャー。アガさん。あれ？誰がアガさん？じゃあここからちょっと重たい話になるんですけど、まず
1軍2軍の発表からいきます。じゃあ行きます。1軍9人翔太、はい、星、はい、瑛太、はい、田上、はい、ラギ、はい、朝日、はい、トモ、はい、キノピー、はい、最後マルコ、はい、この9名が現在の1軍となります。次2軍鍋、はい、タクマ、はい、ガッキー、はい、スグル、はい、マッスー、はい、畑、はい、テッタ、ユウスケ、はい、吉岡、鍋大、はい、龍馬、はい、海星、堂田、この順番になります。まだここから1ヶ月あります。ここから順位が変わらないことはないです。そんなに大した上下の差はないので、今の順位に落ち込まずに、ポジティブに前向きにプレーはしてほしいな、特に下の人間には、思ってます。いいですか、はい、はい。じゃあ今日のスタメン発表いきます。1番ライト星、はい、2番レフトまっすー、はい、3番 DH ラギ、はい、4番キャッチャー翔太、はい、5番ファーストマルコ、はい、6番センター朝日、はい、7番セカンドタクマ、はい、8番サードスグル、はい、9番ショートキノピー、はい、先発ピッチャーエータ、はい、2番手ユウスケ、はい、3番手畑、はい、4番手ナベダイ、はい、これでいきます。まあ、1軍2軍発表してね、いろいろ思うことはあると思うし、いろいろ思う選手もあると思うんですけど、まあ、現状これでいきますので、結果を残して、アピールしてほしいなと思います。いいですか、はい、はい、じゃあキャプテン、おはようございます。おはようございます。まあ、さっきも発表あった通り、まあ、1軍2軍ちょっと分かれてるんで、まあ、そこはちょっと大会が2週間後ってところはあるんで、その2週間でちょっと2軍の選手も、1軍に食い込めるようにいい雰囲気でやっていきましょう。最高、よし、えい、落ちてない、え、もしくもしくも、何そのスパイク、めっちゃかっこいいね。かっこいいですよね。え、それどこのスパイク？これアディダスさんのスパイクです。お、アディダスの、はい、アディゼロアフターバーナーというスパイクです。おお、見てください。なんかベーチャンカラーじゃん、しかも。そうですよね、赤と黒で、もうまさにベーチャンっていう。え、このスパイク何がいいの？このスパイク、まずめっちゃ軽いです。めっちゃ軽いのと、見てください、靴紐が幅が広いんですよね。すごい広い。幅が広いのでフィット感すごいです。おお、なるほど、ね、なのですごい疲れにくいんです。他には？つま先がちょっと上がってる感じなんですよ。なので守備とか走塁とかめちゃめちゃいい。走りやすいです。とにかく上がってるってことはね、つま先側に体重が乗りやすい。そうです、つま先体重に乗りやすいので、もう走塁のスタートとかもう抜群にいいと思います。え、これどこで買ったの？これネットで買ったんです。ネット？はい。でもさ、ネットで買うとさ、はい、そのサイズって試着できないから難しくない？そうですよね、そこ怖いですよね。でもベースボールタウンなら無料で交換が可能です。え、サイズ交換無料でできるの？そうなんですよ。え、ちょっと待って、もう一回どこで買ったか教えてくんない？ベースボールタウン。おはようございます。おはようございます。はじめましてですね。はじめまして。ちょっとまず視聴者の皆さんにも自己紹介もう一回お願いしてもいいですか？ランネーこと笠井ランと申します。普段は夢オリックスの始球式を掲げて TikTok やインスタだったり YouTube だったり SNS の更新をしております。で、出身が横浜隼人高校、大学は東海大学と、経歴だけはプロ野球選手です。お願いします。もともと兵藤さんとお互い認知がありまして、で、兵藤さんの方から一回よかったらぜひマネージャーとして見学に来ないかとお声掛けいただいて、それで一度見学に行きました。草野球、そして軟式野球を見たことがなくて、ベイちゃんが初めてだったんですけど、こんなに明るくて楽しいのかともちろん動画も事前に拝見させていただいて見てはいたんですけど、やっぱり実際にこう球場で見てると、あ、自分もこの輪の中に入りたいなと思いました。
って印象良かったってことですか？印象良かったです。なんか試合を見て、であのもう自分のタイミングで帰っていいよってあの京都監督からお声掛けいただいたので帰ろうかなって思った時に、ちょっと名前がまだ覚えきれてないんですけど、選手の一人の選手の方にお声掛けいただいて、なんかどうだったみたいな、そこが結構ポイント高かったです。やっぱりなんか勝手に来て勝手に返さない感じが。そうですね、なんか自分自身が野球の経験とかそれに近いスポーツの経験もないので、そこはもう本当に一から学んでいかないきゃいけない部分にはなると思うんですけど、このベイちゃんというチャンネルがやっぱ10万人登録いかないと兵藤監督が解任されちゃうじゃないですか。私を誘ってくれた人がいなくなるって一番寂しいことなんですよ。そうなので絶対に、まあ、10万人達成するために、自分がやっぱりもともと SNS をずっとなんかいろいろ学んだりとか投稿したりしてきたので、それを活かしつつベイちゃんに貢献できたらいいなと思っております。なので今見てる人は絶対に登録はしていただけたらなと思います。ひなたぼっこ、ちょっと待ってください。ひなたぼっこ、映り悪いですねそれ。違うんですよ。まあそうですね、なんか自分の課題っていうのが今そんなにない状況というか、なんか今いい感じに来てる状況なんで、本当にここでしか試せない部分あるんで、それこそ僕以外のピッチャーがどこまで投げれるかっていうのとかを、まあ、見たい期間ではあるのかなってはあります。その分僕は後ろに投げるとかは全然ありだと思うんで、まあ、それこそ強いチームと組んでもらって、そこで先発してもらってどんくらいいけるのかとか、そういうの見たいなっては思ってます。監督目線の後いや、まあ暑さとかで7回までの試合5回で降りてしまった時に安心して見てたいっていう気持ちもあるんで、やっぱそういう中でやっぱ5回でも厳しいのに無理して投げて怪我っていうのが一番怖いんで、やっぱそういう精神安定剤じゃないんですけど、もう見つけられたらなっては思ってます。あー調子いい、ありがとうございます。おお、ありがとうございます。来ました来ました。何でしょうか、試したいことがちょっとあるんで、今日はそれをもうどれだけちゃんと忠実にできるか、はい、そこだけです。まあ大会だとエータとかになってくると思うんですけど、まあその次を引き継ぐのはじゃあ誰だと、今ちょっと正直2番手以降がちょっとやっぱこうバラバラしてると思ってるんで、まあ大会でもどんな場面でも、まあ、こいつだったら使えるなって、使いやすいなっていうところでポンポン入れるようなピッチングを今日はあのまずしていきたいと思います。はい、どうぞ。あ、そうです。今日も4番じゃないですか。いやもうなんかもう普通じゃないですか、それがもうそうなってきたっすよね、正味。まあ慣れてはないですよ、それはもちろん沢木さんもそうですし、マールコさんもいますし、それは慣れてはないです。いや今日そこなんですよ、今日確かにいるのにっていう、両サイドにマールコさん、ラギさんいる中での4番どうですか？まあなんかいつもよりちょっとちゃうっすよね。まあちゃうっすけど、でもまあまあ毎回言うんすけど、別に4番っつっても4番目に回ってくるだけなんで、まあ、別に何番だろうか何番目に回ってくるっていうだけなんで、別に変わんないっす、やることは。はい、今日もいつも通り。そうっす、変わんないっすとか言ってちょっと足がガタ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 、いや全然緊張してないっす、大丈夫です。今日も一発というか、まあ打点っすね、期待してます。そうっすね、今ちょっと打点でちょっと田上さんと打率ちょっと並んでるんで、いやまあここ田上さんいないんで言うんですけども、本当にあの人だけにはマジ負けたくないんで、マジあの人だけはマジ絶対負けんように頑張ろうかなと思ってます。はい、いや田上さんいないっすね今日。チャンネル登録お願いします。おはようございます。龍馬。はい、まずいじゃないですか。あ、まずいっす。あ、なんか危機感っていうよりかはなんかいい加減なんか鉄兄からそうやって下に見られてんだったら、そろそろ下からアッパーかましてやろうかなと思ってるんで、ちょっと今日えぐってやります。普通に舐められてるんで頑張ります。あのなんかランニングホームランありそうなんで、僕足速いんで普通に左中間割って走って帰ってきます。行きましょう。はい、走ってきます。はい、はい、そうです。お、ジェット向き投げる。はい。あ、ごめんなさい、マジで。
3でも厳しくないかな。サイドノックで投げてみてください。いやもうマジでピュッて投げるんだよ。はい、うん、肘どうすか。結構投げてますけど。いやーちょっとまだ全然投げれないです。ただけどさすがにもう1ヶ月以上離れてるんで、ちょっとボールも見たいですし、ちょっとこれから負けられない試合も始まってくるんで、ちょっと自分もグラウンドには立ちたいなで感じだから、まあ次にもその無理するなって言われてるんですけど、言うて週に1回なんで迷惑かけないなって自分で思ったら出してもらいたいなっていう感じです。でやっぱまだ引っかかる感じはあります、どうしても。なんで強くを投げるっていう感じもできないとは思いますし、あとはやっぱり投げてなかったんでやっぱボール抜けますね。頑張れ。やっぱキャプテンがグラウンドにいるといないとだいぶ変わりますからね、やっぱり。まあそう思ってもらえるとありがたいですけど。でちょっとサイドノック行ってきます。ぜひガッキーの復活に応援コメント皆さんお願いします。よっしゃ、ありがとうございます。よいしょ。もう一本。ラスト。ラスト。おお、ナイスボール。はい。お願いします。お願いします。つなげられるようにやっていきましょう。はい。最高。なんかすごい終わり方になっちゃいましたね。何これ。